天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会が30日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、各界の功労者ら1446人が出席した。両陛下は秋晴れの下、約1時間半にわたって会場を歩き、パリ五輪の金メダリストらとにこやかに言葉を交わされた。